なおさん、天使ありがとう。かわいい、ありがとう。ありがとう、個人ついた仮説をおめでとう。ありがとう。え、確かに暗いね、7時って。7時って暗い。ちょっと明るい窓はカーテン、カーテン一つで違うね。カーテンなしとカーテンあり。ヘアメイクつけてない、まだ。外の光です。外の光を電気に。うん、朝はあんまり電気つけない人。目がパチパチするから。おはよう、クギさん、ハートありがとう。そのまるももさん、ハートありがとう。スイビさん、レインボースターありがとう。まさとろうさん、だるまさんありがとう。ネクロさん、天使ありがとう。よかった。ヌシさん、天使ありがとう。ディバイさん、ハートありがとう。ヒリヤスミさん、ハートありがとう。ショウゴくん、雪だるまありがとう。マサタロウさん、だるまさんありがとう。今山吉さん、ハートありがとう。シアンさん、ピカピカありがとう。ミキオ先生さん、ハートありがとう。え、電気つけてないと寝れないの？そうなんだ。え、いつも電気つけて寝るの？じゃあ、おはよう。さっきおはようポストもしたので、ぜひ見てください。おはようポスト、ありがとう。フォローしてくれて。あ、常夜灯、あー、豆電球か。確かに私は逆に真っ暗じゃないと寝れないわけではないけど、真っ暗が落ち着く人です。寝るときは暗闇が落ち着く。え、テレビつけてないの？え、いつもテレビつけてるの？じゃあ寝るとき。そうやってさ、寝静まったらさ、どうするの？そう、今日はちょっと早め配信キャッシャン、ハートありがとう。あ、そうなんだ。暗闇だと詩人になってしまうので何その理由面白。そっか詩人になっちゃうのか。そう、 2.5kx 解説したのよ。ぜひ X、 あ、 X ってやっとこ、ちゃんと。間違えた。マーキュルピカピカありがとう。熊田パパさん、ピカピカありがとう。かわいいもありがとう。愛花ちゃん、ハートありがとう。松太郎さん、アメちゃんありがとう。おはよう。おはよう。みんなは X フォローして、え、うん、
してくれてると思う。言った、家族の LINE グループでフォローしてねって。今日あたりが寒くなるみたいで広島も寒い。へえ、でも寒いかも。シーンってしてる今日も朝からシーンとしてる。ヘリアスミさんハートありがとう。おはよう。でもだいぶ明るくなってきたね。配信始めたてよりも配信画面が明るくなってきた。静岡天パタケさんハートありがとう。おはーい。岩田さんハートありがとう。寒いんだ、暖かくしててよ。ひろしさんピカピカありがとう。さやんさん生誕祭だお。え、ね、確かに来年は無理か。再来年できたらいいな生誕祭。うん、おはよう。おはよう。再来年だね。今井真吉さんハートありがとう。ドキドキしそう。でも生誕祭って、生誕 T シャツさん早く作りたい。あ、 X 登録すると確かに。え、ショールームとつなげれるのかな。かまちゃん雪だるまありがとう。ツイキャスさん、ディーキャン、ディーキンさんハートありがとう。お仕事頑張ってね。生誕 T シャツ、チップさん、初見さんおはよう、ありがとう。しげさん、初見さんありがとう、おはよう。角刈り。でも角刈りにしたいよね。角刈りにする気めっちゃまんま。ポストの表情はどんな感じの表情？え？大人。大人っぽくしてみた。笑顔を捨てたあずみん。おはよう、お仕事行ってらっしゃい。モーニング。ムーミン、おはよう。なんか髪の毛サラサラにしてもらいに行ったり、いろいろしたいんですよね。前髪切ったりもしたい。おはよう。
今この日カレンダー的に休みの日があって、でも休みから変わらないであろう希望を持って そのお仕事入らずに、今休み、カレンダー的に休みなところが休みだって欲しい、お願いしますっていう希望を込めてもう予約しようと思って 美容院の、多分今じゃないとクリスマスとか忙しくもっとなるから、もう入れちゃった美容院の予約。リモさんかわいい、ありがとう。お休みだったらいいな。今向吉さん、だるまさん、ありがとう。おはよう。感謝職業、まあでもお仕事があるのは嬉しい職業でもあるからね お仕事でいっぱいなのは嬉しいこと。お仕事っていうか、そうね、お仕事か。おはよう。いや、仕事入るんちゃう？いや、休み 休みであってほしい、もう休みであってほしい。とても。おはよう。そう、完全に休み、完全に休みです、今日休みで、あ、次の日休みですが分かるのは前日なんですよ。でも今週なので、それが今週でしょ、あと何日か後ぐらいだったらさすがに入らないんじゃないかなと思ってるから、急にね、何日か後って。だからもう入れた、行く気持ちでおっとこうと思って。地獄荒井さん、かわいい、ありがとう。髪染めたい欲、はね、あ、でもちょっとある。なんか、なんか茶色ピンクベージュみたいな色がめっちゃ可愛いんですよ。茶色、グレー、なんかベージュ、茶、ま、茶、抹茶じゃなくて、ちょっと赤みがかかった茶色っぽい感じのにしたいなーって思ってて断ったけど、昔の方が髪染めたらよかったかもしれない。でもいつか染めてみたいです。ありがとう、 X 見てくれて。おはポスト見てね、おはポスト。おはよう。平次さん、ハート、ありがとう。ねえ、金髪似合うかな でやってみたい、そういう金髪とかね。なんか一回ね、あのね、アプリで髪の毛の色が変えれるアプリがあるんですよ。あの、撮った写真を髪の毛の色だけ赤とか金色とかに変えて、なんかこう雰囲気を楽しむアプリみたいな なんかアプリの機能の中にあって、それでね、髪の毛をね、髪の毛が染まったあずみんの写真をあのメールでね送ろうとしたんですよ、一回。
そしたらなんか写真のあのサイズがでかすぎて、サイズっていうかなんかそうメールで送れるサイズよりも大きくって、写真が容量が大きかったのかな、だから送れなくって送れなかったんですよね。私のフォルダーに眠ってる。うん、送りたいのに送れない。今はムキチさんハートありがとう、ヌシさんハートありがとう。あれどうやったら送れるんだろう。送りたいですよね。ギャルミン帰省されたのかな。アズミンの金髪みんなにちょっと見せるなって。一徳さんハートありがとう、ディオさんハートありがとう。うん、容量制限にそうかかっちゃったんですよね。サイズ小さくできるの？小さくできるのは小さくしてくれたいな。コンプラだったの？アズイの金髪コンプラなの？引っかかっちゃった？引っかかっちゃったか。本当？サラサラしてる。でもね細いからね、私の髪の毛めっちゃお人形さんの髪の毛みたいだねって言われる。細いから絡まりやすいんよ、めっちゃめっちゃ絡まるんですよこの髪の毛、ほんまに細い。軽量化、調べ、ちょっとできそうだったら送ってみて送ってみる。うん、軽量化調べてみよう。なんか前はね、遅れなよ、そのメールのアプリ内というかメール送るときに写真のサイズ変えれてたんですよ。けど携帯新しくしてからその機能消えちゃってたなんでなんだろう。うーん、新しい写真、新しい携帯にしたらその機能消えちゃってたんですよね。なんででしょうか、わからない。おはよう角さん、バラありがとう。ひれやすみさんハートありがとう。ディオさん天使ありがとう。おはー、おはー、髪の毛、アーシャからさどんぐらい伸びたと思う。私アーシャの写真から結構伸びたよね。今長いもんね、めっちゃ。アーシャぐらいまでもう一回切ろうと思うんだけど、どんぐらい伸びたのかな、どんぐらい伸びてるのかな、アーシャから。あ、そう、通販でも売ってるよ、トイレのモナカ。うん、そう、通販で売ってるの、アマゾンとかあるから見てみ、買ってみて買ってみてくださいね。伸びちゃった、
そう、まるさんハートありがとう。ノーコンタクトです。入ってない。おはよう。うん、自分で完成させるものかね、楽しかった。そう、自分であんこ入れるの形、まあでもあんこもなかなのでね、あれは形が形なだけでもなかなので、そう、なん、もなかただ食べてるだけなんで私は。おはよう。お父さんがどこで入手したかだよね、あれを。しっかりお姉ちゃんが持って帰ってきてくれた。お父さんからですって言って。研究生は髪の長さはアーシャで揃えるぐらいかな。うん、モナカ美味しいよね。モナカ好き自分。夢の中アズミたち出てきた。めっちゃニレの宣伝してた面白いそっか、じゃあ今日はいっぱいニレ聞かなきゃ。じゃあ聞いてね、ニレ。いやでもニレほんといい曲自分で、自分たちでちょっと自画自賛しちゃうけど、ほんとにいい曲をいただけたな、嬉しいなって思います。結構大好きですね、ニレの木陰の下で。ニレの木陰の下で D メロ C メロっていうのかな、あれは。あたりに星が降り注ぐ頃までのフレーズがめっちゃ好き。2サビ終わりのラスサビ前がめっちゃ好き。本当にいい曲。だからめっちゃ披露したい、みんなの前で。早くニレ。それテンポの割に切ないよね。わかる、切ないよね。歌詞がさ切ないじゃん。でもあのテンポ感じゃけん、なんかあの切ない歌詞がめっちゃ生きてる気がする。あのテンポ感なのがいい。明るい感じの曲調なのがまたいいって思う。おはようね。え、年月が経ってもずっと残る一曲だと思った。嬉しい、ずっと残ってほしいな。本当？歌唱力、嬉しい。完成度高いやった。おはよう。どんな振りになるかね。ありがとう、 X フォローありがとう。広島にさ、ニレの木あるのかな。探しに行きたいんですよね、ニレ。広島にあるなら。石丸さんハートありがとう。トイレの際、最中とかけてると思う、多分。うん、そういう商品なんだと思う。モナカ、そうそう、モナカですよ、読み方は。ねえ、どっかで披露したいな、早く。お仕事行ってらっしゃい。廿日市市ニレの木公園があるよ。それはニレ、あのニレ、そのニレのニレなのかな。ニレの木公園のニレって。
なんか呉にあるみたいな噂を聞いたんですよ。だからニレ探しに行きたいですね。ニレ探しが北海道にあるらしい。ニレが。クルーガーさん、ハートありがとう。いつもの公園のベンチの指定席、みんなに人気のニレの木陰の下。あとなんかくるくるがやってるドゥームズデイのゲームあるじゃん。11月の末までやってるゲームイベント、あれにニレの木があるって言って言ってた。くるくるがニレの木あるからニレの木植えてるって言ってアプリの中に。おはよう。すごいタイミングで。え、ニレの木公園行ってみたいの。二十日市のニレの木。あ、生えてるの？ニレの木公園。ニレ、え、調べてみよう。ニレの木公園調べてみよう。おはよう。食べてるよ。おはよう。確かに MV もね、撮りたいな。作りたいよね。 2.5 4人で。おはよう。もうニレ何も見ずに描けますよ。ニレって感じ、ニレって感じ。難しいけどもう何も見ずにしっかり描けれるようになった。マスターしました。ニレ、ニレの文字。おはよう。よし、じゃあ壇上を読みたいと思います。13位、芋屋芋吉さん、ありがとう。12位、リモさん、ありがとう。11位、ネクロさん、ありがとう。10位、ヒロシさん、ありがとう。9位、ツノさん、ありがとう。8位、シンヤさん、ありがとう。7位、ヌシさん、ありがとう。6位、マーキュル、ありがとう。5位、セイビさん、ありがとう。4位、ナオさん、ありがとう。3位、ディオさん、ありがとう。2位、クマネパパさん、ありがとう。そして1位は、ドゥルル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 バン、マサタロウさん。ありがとう、ありがとうございました。頑張ってね、火曜日。いってらっしゃい。ねえねえ、あずみんで終わります。せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。せーの、なーにーバイバーイ。あ、水曜日だ今日、ごめん、火曜日じゃない。ダメだ、曜日感覚か。水曜日頑張ってね。いってらっしゃい。